はい、レオンチャンネルです。デラックスドレミファビートガシャットポッピーピーポパポバージョンのまずは一通りの音声確認が終わりましたので、今回は元ネタのドレミファビートガシャットとどれくらいアレンジが変わったのかを音声を鳴らしながら確認しましょう。前回の本レビュー時にレベル1音声をもう一種類鳴らし忘れておりましたので、比較の前にまずはこちらを鳴らしましょう。アイムは仮面ライダー。これが標準のレベル1音声で、アイムはポッピーピポポポの方がランダム音声でたまになるそうです。ちゃんと説明書にそのように書いておりました。テンション高すぎて見落としてましたね。ではいろいろと比較しましょう。どちらもデラックスドレミファビートガシャットですが、形は同じですけど、ここのクリアパーツの柄も共通で、本体カラーは大きく違って、明るい黄色からピンクに変わりましたが、ロゴ自体は変わってなくって、どちらもドレミファビートの文字がありますね。キャラクターのテイスト自体も同じような感じですけど、今回はポッピーに変わってますね。前回は DJ。そして発光カラーも、イエローだったのが、今回はピンクで、発光絵柄も、DJ 風だったのが、ポッピーの可愛い絵柄に変化しました。背面カラーなんかは特に変更なしで、横のドレミファビートのフォントなんかも変わってませんね。そして1音目の比較、まずはノーマル版は、ドレミファビート。ポッピー版は、ドレミファビート。基本のメロディーは変わりませんが、声が全然違いますね。あと言い方がちょっと違うかな。で、2音目は、このようにゲームクリア音とゲームオーバー音のいつものランダム音声が入ってますけど、ポッピーバージョンは2音目以降はセリフです。ゲームクリア音とゲームオーバー音のランダム音声はなしです。同時に1音目を鳴らすと、続いてゲーマドライバーでの連動比較。まずはノーマル版のドレミファビート。同じセリフなのにあまりにも雰囲気が違う。さらにレベル変身セリフの後の微妙な効果音とかもちょっと違いますね。さらにレベル3。ポッピーバージョンは、おー、これも効果音が全然違いますね。最後のピロピロ的な音がこっちは鳴ってませんでしたから、この辺もポッピー仕様に大きく変わっております。
それ以上にやっぱりガシャットを刺した時のこの音声、これがあまりにも違いすぎる。通常のゲームドライバーがすごい硬派な音声に聞こえますね。改めて変身解除からのポッピー変身解除、ドレミファビート同士でレベル3入れ替えて、同時に変身解除。ポッピーの声の方が少し目立ってますかね。次は決め技比較。爆発音とかは特に変わりませんが、やっぱりセリフの言い回しが違って、それでだいぶ印象が変わってますね。ガシャコンウェポンシリーズでは、爆発効果音とかピコピコいう電子音なんかも変わりませんが、こちらは何回聞いてもクリティカルデニッシュに聞こえますが、こっちはちゃんとフィニッシュと明らかに発音してますね。キースラッシャーでは、ビートでポッピーは、これもセリフは同じです。同時に刺すと、うん、息ぴったり。バグルドライバーでの連動タイミングなんかも同じかな。まずはノーマル。ほぼ連動タイミングは共通ですね。はい、ということで本家のドレミファビートガシャットとポッピーバージョンを細かく比較しました。単体でのセリフの収録以外は全てドレミファビートがベースになってて、一部効果音が違うところはありましたけど、比較して改めて聞くとやっぱり微妙な言い回しの仕方が違ったりとか、セリフのテンションが変わったりとかしてて、うまいアレンジの仕方がしてあるなーって感じでしたね。でもなんかここまでいいガシャットだと、他のガシャット系も全てポッピーバージョンで出してほしいような気もしますね。ロボーツのポッピーとか、ドラゴナイトハンターのポッピーとか、マイティブラザーズのポッピーとか、あったら面白そう。
以上、仮面ライダーエグゼイドデラックスドレミファビートガチャットのノーマルバージョンとポッピーピーポパポバージョンの比較動画でした。